頑張ってポストする。ネイルをつかないように。ポストしました。ほっやっほー。これは手を振ってるように見せかけてネイルを乾かしてる。やっほー、こんばんは。すごい、みんなをこうやって手を振って迎え入れてると思いきやネイルを乾かしてます。本当は縦にしたいけどこれは意味わからんから横にしとこう。山井さん、クマありがとう。コーラさん、タワーありがとうございます。ありがとう、コーラさん、ありがタワーです。何クマタワーだろう。ありがとうタワー、前回とか前々回とかいただいたやつまとめてお礼させていただきます。またお礼させていただくので。ちょっと待っててもらう。お礼は年末までねってあ、すごい心が広いそんなにかからず4月1週間以内とかにさせていただきます。ありがとう。そう、マツパ行った。まつげがパチパチになりました。すごいさ、まつげが上がったら気分も上がるんだなっていうことをね、実感した。パチパチ。そう、ここ何ヶ月か松葉に行きたくて松育をね頑張ってたので、まつげ美容液を寝る前に毎日塗るようにしてたので、そう、やっと行けた。けんちゃん、桜餅ありがとう。綺麗、ありがとう。ゆずきちさん、ペンギンありがとう。アロマの発送通知届いたって。おお、アロマが皆様のもとへ旅立ったのですね。ゆういちさん、めっちゃかわいい、ありがとうございます。ありがとうちょっとさ、ちょっとマヌキアがつきそうで、ありがとう。めっちゃかわいい、ありがとう。ちょっと
となって時差ができてるかもしれない。はみ出し物の音色の DVD 届きましたって、そう。ありがとうございます。ありがとうございます。DVD、私もね、手元に届きまして、ちょっと感動した。昨日届いた？でも自分で見るのちょっとなんかすごい、恥ずかしくなりそう。ゆうちゃんと一緒に見たいな。一緒に見たい。まだセリフ言えますかって言えないんよ。言えない。もうこの前さ、ちょっとゆらちゃんとちょっとワンシーンやろうよみたいな感じになったけど、セリフが出てこんくて、やばいやばいってなった。そろそろ乾いたかな、まだかな。なんかさ、私意外となのかわからんけど、結構大雑把というか悪く言えばガサツなところがあるので、なんか自分で塗ったらネイルちょっと下手くそかも下手くそかも。ちょっとなんかはみ出したりしてもまあまあまあとか思いながらさ、すごいスピード、速いスピードで塗っちゃうから。ちょっと大丈夫かな。31日の亀子さん、私の爪のアップは取らないでね。私の爪はあまり見ないでください。大型あるある。そうね、大型なんですよね。そう、吉田さんに塗ってもらった時は本当にめっちゃ綺麗だったの。何が違うんだろう。なんかすごいさ、塗り直そうかな。塗り直そうかな。爪が甘かった。ようちゃんさん、お団子ありがとうございます。マー君めっちゃ可愛い、ありがとう。もう使ってたのがなくなったから、今日新しいの買ってきた。トップコート縫いたいんだけど開けてなかったから、もう開けれないかも。爪が塗る前に開けるんだった。順序をミスりました。そうね、
今日リコちゃん誕生日で今日会えないと思ってたんだけど会えた全然今日は会える予定じゃないって思ってたのに会えました。ちょうど私が行った時にもうリコちゃんは撮影終わって帰ろうとしてる時で、ってなりました。嬉しかったな。何の撮影かは内緒内緒。でも近いうちにお話できると思います。ヒューガヒャンさんめっちゃかわいい、ありがとう、ありがとう。なんか、今日は、頑張りましたね。とあるとあることを頑張りました。とある、あ、すごい、本来の開け方じゃない方の、ない開け方で開けれそうになってる。本当だったらここを切って開けるんだろうけど、すごいスルッと出た。そうあれやあれを食べたんですけど頑張りました。お楽しみに。また食べたいと思いますか。だってもう食べんでいいもう食べんでいいかな。クラコンの手品素晴らしかった。クラコンね、クラコンもありましたね。誕生日いつって、6月なので意外ともうすぐ、もうすぐです。だからそう、リコちゃんとはこの何3ヶ月2ヶ月ちょっとだけ同い年になります。すごい今自然に無意識に塗り始めてる。学年は一緒やね。学年は同じ学年。キコちゃんと。なんか、これラメみたいのが入ってるのかな。キラキラしてる気がする。タップカード。最初から仲良かったのって、あの、オーディション番号が前後だったから、そこから
最終オーディションの時から。仲良し。もう春なのかな。今って春、今日すごい暖かかった。今日すごい暖かかった。すごく天気も良くて、今日みたいな日が一番好き。あ、いいんじゃない？なんかすごい塗りムラみたいのあったけど、あ、素晴らしい。トップコートを塗ったら全てが解消された。なんて素晴らしいんだ。大型でも塗れるネイルでした。また手振っとこう。なんかその売り場に行ってナンバーワンみたいな、なんて書いてたかな、なんとかナンバーワンみたいな、また使いたいと思った人90何パーセントみたいな、すごいなんかそういう売りをしてたから、とりあえず引かれて買ったんですけど、本当にこれはナンバーワンかも。ナンバーワンかもこれ。コーラさんめっちゃ可愛い、ありがとう。これはめちゃ可愛いの、いいです。猫のひげではありません。もう春なのかな。え、桜咲き出しましたって。そうよね、今日ちょっと山みたいな道を通ったんですけど、サーヤンとギネちゃんと山道を通ったんですけど、今年初の桜見れた。まだね、咲き始めだったんだけど、嬉しかった。この時期は森に帰りやすい季節ですね。ピネちゃん山道でこけたんだって。ってなんで知っとん。なんで知っとん。そう、ピネちゃんこけた。今日こけたのはその山道じゃないけど、こけててすごい話してる途中に何にもないところでこけてて、え、大丈夫ってなった。すごい今月に入ってこけるの2回目みたいで、なんかそういうなんかあるんじゃない話しました。花粉がって、え、私さ本当に花粉症だったのかな。なんか1週間ぐらいすごい割とひどめな花粉症みたいな症状が出てる時期があって、でその時期薬とか飲んだりしてたんだけど、え、もうすっかり治っちゃった。こんなことある？
そう、薬飲んだらまあまだマシかなみたいな感じになってたの、その時期は。あ、スギ花粉のピークだったの。体調に左右されることもあるの？あ、もう今はヒノキに変わってる？え？じゃあ杉の花粉症になったのかな？どうなんだろう？だから今とかはもう全然何にも症状なくて、すごく。花粉に悩まされることなく暮らせているんですけど、でもまたあの日々がもう来ると思ったらあれはきついな。何だったんだろう。やっぱなんかラメみたいのが入ってる気がする。やっぱちょっと右手は塗りにくい。右手は塗りにくいよ。左手塗らなきゃいけないから、ちょっとよろしくない出来かも。じゃあ左のネイルはアップで撮ってもいいですけどちょっと右手はあんまアップで撮らないでいただけたらめんどくさいこと言ってるかも。コーラさん、タワーありがとうございます。いっぱいありがとうございます。え、何タワー？お花見タワー？ありがとう、ありがとうございます。すごくたくさん。大丈夫かしら、間違えたの間違えたの？ちょっとお返しお返しできるかしら。ありがとうございます。またお礼させていただきます。返してって、ちょっとそれは問い合わせしようタワーの返品まあまあまあ、ね、ほんとクマがお花見してるみたい。さやかくんが可愛いから間違えたって、それは、あ、じゃあそれはちょっと間違えてないかもねそれは間違えてないかもね。それならじゃあ仕方ないか。
すごい。ねえ、リコちゃんとお花見、あ、でもリコちゃんとはもう尾道にはたとえ行けなくても行こうねって言ってる。やめて、冗談ですよ、冗談ですよ、私は私は可愛くないです、冗談ですよ。花見リコちゃんは桜のかき氷食べたって言ってて、それがすっごい美味しそうだったからそれも行きたいって話してる。もう57分だ。ちょっと今日は短めだったんですけど、金曜日お疲れ様でした。お疲れ様でした。画面外でパタパタしてるの見られてた。時が過ぎるのは早いわ。タンプレまだ上げてないな。壇上、壇上読ませていただきます。13位、タンタンタヌキさん。12位、ヒューガヒャンさん。11位、ミーくん。10位ヤマイさん。9位ケンちゃん。ちょっとごめん、8位ゆういちさん。7位カズさん。さやかに楽しい。6位マーくん。5位カズサさん。4位ようちゃんさん。爪が当たらんように。3位ゆずきちさん。2位おつかれさん。そして1位コーラさんです。ありがとうございました。パチ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 、ありがとう。じゃあね、バイバーイ。これは爪を乾かしてます。じゃあおやすみなさい。今日も一日お疲れ様でした。明日は土曜日だ。明日はね、リハ一日なので頑張ります。それではでは、バイバーイ。おやすみなさい。良い夢を。過去一テープ。